寒い山田ジャックのお疲れデよオはい、始まりました。あのー、ね、めちゃ寒ないっすかっていうか寒いでしょ寒いなあ。もう、あのー、1一週間ぐらい前ぬくかったのにね、もうポカポカやー言うて喜んでたのに、やっぱりこう、雨と鞭ムチがまだあったな。うーん、あのー、バイクで来ましたけどね。まあでもね、昨日僕、昨日も寒かったでしょ で、昨日僕ね、あのー、ウーバーイーツ、あんな寒い中してたんですよ。だからね、自分の限界感じましたね。5件配達した時に、えー、8時半,半ぐらいかな。えー、まあ、むちゃ寒い時ですわ。ね。あの、ちょっと心臓が痛なってきて。<laughs> これ、これあかんわ。もう、もう、まだ、 注文入りそうやったけど、あかん、これもう自主規制してちょっと帰ろうと思ってね、あの、もうやめて、家帰って、ええー、もう熱い風呂に入ってね、なんとか、あの、うん、生きてますけども、あの、うん、昨日寒かった。で、その、ね、たから、ま、たいご犬言うたらね、みんな、わ、あの、ピンとこないかもしれませんけども、たいあの、そうですね、3時間ぐらい。 3時間ぐらいずっと外で、えー、バイクに乗って、その風を浴びた状態。<laughs> それ、それが3時間続いたらね、あの、心臓痛がってきて <laughs>、これあ、あかん、ちょっと、これあかんやつやって思ってね、家帰りましたけど。はい、えー、それに比べたらね、それを昨日経験したんで、今日はもう、えー、寒いですけども、 まだ耐えれる感じでね、えー。だけどまあ、さっきもね、ギリギリまで僕、あの、スタジオの中で写真撮ってはツイッターに上げてたんですけども、あの、見てもらえたらわかる通り、寒,寒い、ブイから僕、あの、ジャンバー、ダウン、ダウンジャケット着たままで、えー、また今、お送りしてますけどね。うん。えー、だって今日、最高気温が5度って書いてましたもんね。 空、えー、そ寒いわ。うん。明日が9度とかでしょまだ。まあ、でも10度あったらね、まだって思うんやけど、9度、まあ、10度に届かずやけど、まだ今日の5度に比べたら、まだマシやし。で、週間天気予報見たら、だんだんもう土日とか18度とかね、十、えー、19度とかになるみたいなし。それをもう待ち望んで、うん。 ねえ、まあ、またちょっとね、頑張りたいなと思ってますけどね。で、こう、まあ、あの、iPhone のね、週刊ウィザーニュースというアプリで見てるんですけど、大体1週間後ぐらいまで、こう、わーっと見れるんですけども、まあまあ、今日のこの5度を過ぎたら、もう徐々に徐々に、まあまあの、その、浮き沈みはあるけども、まあ、大体10度以上は、 えー、ね、ずーっと、2月、最後まで、えー、保った気温でいきそうなので、まあ、これが、今日が、皆さん今日を耐えてください。今日が、これがもう、一番最底根でしょう。ね、えー、寒さね。えー、はい、えー、というわけでお送りしますけども、<coughs> えー、 そうですね。早速ね、えー、お便り行きましょうか、えー。ね、えっとこれは、えー、連邦の白っぽいのさん、ありがとうございます。毎回ね、えー、連邦の白っぽいのさんはこの頃ツイッターからではなく、えー、<coughs> このラジオ放送局の方にね、えー、メール、えー、くれるんですけども、はい、読んでみたいと思います。 はい、えー、こんにちは、じゃえー、ジャックさんお疲れ様です。連邦の白っぽいのです。えー、一昨日から急に真冬へと逆戻りしましたが、風など引いておられませんでしょうか。えー、今日もバイクでの通勤、ものすごく寒かったことでしょう。ラジキシスタッフ、え、ラジキシスタッフの用意してくれるおやつで、どうか癒されてください。今日のおやつは何でしょう。えー、今日はあれでしたよ。 今日あったんですよ、嬉しいことにね。えー、ホワイトチョコレート、ね、の、あの、なんかビスケットと、えー、ホワイトチョコレートが間に挟まってサンドされてるやつ、美味しかった。<laughs> それいただきました。はい。えー、それでは、えー、今日のお話リクエスト、子供時代、花、えー、毛のおばあちゃんちで食べさせてもらったバナナ以外の おやつのエピソードなどおお聞かせください、えー、おやつといえばもう40年ほど前の小学生時代の話なので時効だと思いますがかつてうちがタバコ屋さんを営んでいた頃何かのお手伝いの報酬で母に店のお菓子どれか一つ持って行っていいよと言われました、えー、チョコレートをもらった私喜び遺産で食べようとしたところん 虫の幼虫が湧いていたのです。おお。驚いて、母とその、えー、銘柄のチョコレートを全部開封したところ、すべてに幼虫が湧いており、す、え、べ、ー、て廃棄ということがありました。そんなチョコレートの思い出に浸りつつ、えー、ブラックサンダーを食べてます。 えー、笑いということで、ブラックサンダーはね、美味しい、僕も大好きですよ、もう、あのなんか、なんかこう、ちょっと疲れたとき欲しいな、思うときに、ブラックサンダー、僕もいつも食べてますよ、美味しいね、うん、あの、もう40年もほど前ってことは、僕も49やから、大体、そうやな、大体9歳とかでしょ、それぐらいの頃って、やっぱり、なんかまだあれでしょうね。 こういうなんか雑い感じがあったんでしょうね。ちっありましたよね。これ僕もねなんか一回記憶あったんがチョコレートではなかったんですけどね。本当に昔ですよ。あのー、おかんにヨーグルトコーうてもうてね。で、まあ、そのヨーグルトを 食べようとこう銀紙のね蓋をペラーってめくって食べようかなと思ったらなんかねじっと見たらなんかぴょこぴょこ動いてるんですよ <laughs>。そうあの白いね、えー、そのヨーグルトのあのー、ね中をなんかねこうぴょこぴょこぴょこぴょっこってなんか <laughs> うん歩いてて。 あーと思って、まあ、おかんに言うたらなんかおかんがなんか、えー、今で言う、ね、そういうクレームじゃないけどもそんなん言うて、うんな,んかあのー、なんか当時なんかもらってた気がするな、うん、なんか、うん、そんなんありましたよねだからそれも多分その40年ほど前ぐらいかななんか、うんまあ、そんな時代ってまだ。 そういう衛生面とかもまあまあね、えー、なんかちょっと雑いとこもまれにねその当時でもまれにあったんでしょうねうんはいはいそのことをちょっと思い出しましたね、えー、おやつなどおやつねうーん何そやななんか。 お菓子とかも好きもう、もうこんな、この辺の話、僕好きやからね、なんぼでも話せますからね、昔好きやったおやつとか。うんだけど、まあ、そやな、しーっていうなら僕、僕、なんか、水で作るプリンとかこ、なんかね、粉のプリンのやつとか売ってて、それをたぶん、水で、こう、バーっと。 水と牛乳かななんかでこう、えー、混ぜて、それをなんか、えー、カップに入れて、冷蔵庫で冷やしてたら、何時間か後にプリンになってるっていうプリンのもみたいなんで作るプリン。あれ、好きやったなあれめちゃめちゃ好き。今でも好きやなうん。あの味が忘れられへんうぐらいあのプリンが好きやね。安いやつでしょう、多分ね。うん、もう。 固まってへんって分かってんのに何回もね、あの、冷蔵庫見に行ったりね、ガチャンと開けて、もう固まってるかなみたいな感じでね、えー、あ,あ、まだやみたいなね、あの、まだ固まってへんかった時のショックね。うん。あれ、そやな、思い出すな。うん。それと同じようにゼリーもあったでしょゼリーもね、なんか水でバーっと、なんか粉かななんかを溶いて、同じですよ、あの、 <laughs> ねえ。で、ゼリーの場合は、なんか、こう、ちょっと透明じゃないですか。ほんで、冷やして、カップ入れて冷やしとって、あの、子ど子供やから、冷蔵庫開けて、固まってるかなみたいな感じで見るでしょ。なら、ちょっと分かりにくいんですよね、固まってるかどうか。ちょっとカップを揺ら,揺らすんですけども、プルンプルン、これ、まだ固まってないかな固まってるかなみたいな感じで。で、子供やからね、アホやから、こう、こう、 上をちょんって触るんですよ。ほなね、ちょっと固まってた時にね、指紋がつくんですよね <laughs>。あれなんか嫌でしたね。なんか、うわ、指紋ついたみたいなね、えー、そんな、うん、えー、記憶がねあ。そんなおやつ、そうやな、なんか、うん、冷蔵庫に入れて冷やす系、フルーチェとかね、未だにはありますけどね、あんなん好きやったなうん。 ねえ、そんなんが好きやったし、あとせやね、もうほんまに子供の頃ね、あれなん、あのね、あのー、電子レンジっていうものは、え、これどうやったっけ僕今49なんですけど、ほんまの子供の頃って電子レンジあったかなそれ僕ちょっと記憶にはないんですけどね。 まあなんか家に電子レンジが来たみたいな、あの、新しく買ったんか、電子レンジというものが来たんか、ちょっと記憶定かじゃないんですけど、その時に家にああの、新しく来た電子レンジは、なんかね、いろいろちょっとこう作れるやつやったんですよね。物を温めるだけじゃなしに。で、それでね、おかんがね、 こうな,なんとも言えんね、干しぶどうとかを入れた、あのね蒸、蒸しパン、パンじゃないな、蒸しパン風なシフォンケーキみたいな、そんなええもんじゃないんですよ、多分あの当時の,あの電子レンジのなんかね、レシピで作れたであろう、なんかそういうあのパ,パン菓子みたいな。 星ぶどうが入っててね、それをね、ほんまにもう稀に作ってくれるんですよね。それがね、ねなんか異常に俺、おいしかったね。むっちゃ好きでしたね、あれはなんか。うーん。あれはほんまにたまに、たまに、えー、こう、家帰ったら予告なしでそれがあって、いや、うれしいみたいなね飛び、飛び上がるぐらい嬉しかった、えー、記憶があるなぁ。うん ねおやつな、おやつっていうか、そうやな、おやつ。うん。あ、そんなに美味しかった。だからね、あのー、まあまあ、あのね、うちねあ、ま、あんまりね、こう、シャーベット的なものってね、あんまり作ってくれへんかったんですよね。だからシャーベットみたいなのは、なんか友達の家行ったら、たまに出てきて食べさせてもらって、あ,あ、なんかシャーベット、 っっててななんか美味しいなってうちの家では出たことあんまりなかったからこうちょっと新鮮で「へえ」みたいな「これがシャーベットか」みたいなね、えー、そんな記憶があるな美味しかったなうんあとはですねおやまあ、普通朝ごはんで食べるんやろうけどああいうなんかあのー。 ケ,ケロッグ的な牛乳かけて食うやつあんなんもう朝ごはんじゃなしにおやつとして食べてたし、ねえ、まあ美味しい、なんか、んなんかそう、ああいうなんかこう、あのケロッグ的なものがね、牛乳でひたひたになってね、もうなんかやわー。 あのー、染み込んで <laughs>、あの、もうなんかもうひ、べ、ひたひたみたいなね、フェニャフェニャみたいなね、あの、アンランがなんか好きでしたね。うんで、それ、フェニャフェニャになってるやつをこう食べきったら、残りお皿の中にちょっと牛乳が残ってて、それが、あのーね、ね、えー、溶け込んだあの砂糖の甘いんですよね。えー、それをこうね、 チュルチュルって最後の最後まで飲むのがね甘,甘い牛乳がね、えー、好きでしたねうんはいそんな、えー、感じですね、うんえー、さあ、えー、ありがとうございましたもうお菓子の話はねなんぼでも出てくるからね何ぼも出てくるって延々、えー、語れるからねこれはね、うん やな、えー、今でもねあの前ああそうそうあのー、ね今日もだからあのホワイトチョコがあったようにあのバレンタインやったでしょこの前ね、うん、でいろいろあのファンの方とかにももらったんですけどね。あのー ラジオとかで、僕、最近、あの、洋菓子というか、シュークリームとかね、そういうものよりも、僕、和菓子が好きになってきた、みたいなことを、あのつ、つぶやいたら、あの、ちゃんとね、あの、えー、和菓子のね、えー、あの、バレンタインもらいましたね。あれは嬉しかったな。うん。 あのモナカとか、ね、普通あの、上あごにくっついたら、あのねええーなん、なんていうのこう、べタってなって嫌でしょでも僕はあれを、あれをなんかこう、舌で転がすぐらいの、ちょっとずつ舌でこう上あごから、あのね、あれを剥がすぐらい、なんかこう、好きなんですよ、あの、モナカが、うん、おまんじゅうとかね。 安南が最近好きですね。だから最近あ、最近僕だから、まあまあ、あのー、まあ寒い中、ウーバーアイズして、で、だいたい9時10時に家帰って、その時の楽しみがですね、あのー、セブンイレブンで売ってる、あのー、ああな、なんや、何今名前出てこうへんねん、あのー、えー、金唾、思い出した。金唾、金唾。 セブンイレブンで売っとるんですよ。あれがね、めっちゃうまやね。<laughs> あれ、絶対買うわ <laughs>、ねえー。そんな、なんかおやつ事情でしたね。はい。さあ、えー、ちょっと前に、えー、いただいてます。花形くん、ありがとうございます。えー、お疲れ様ですと。 えー、今日は、えー、ヤクザと家族を見てきました映画ですね、えー、世代を渡り一人の男にフォーカスした極道という家族物語、えー、今年はヤクザを取り扱った作品が立て続けに上映です井筒監督も最新作も昭和ヤクザなぜ、えー、に今ヤクザなのかおそらく今はなき人情ってものを 我々が欲しがっているのかもしれないと思っていますもちろん反社会勢力で悪い人たちですが消えていく文化を持っていた貴重な人種とも言えますね、えー、今週のラジオのトークテーマは、えー、ヤクザと言いたいところですがまたお司りがあるといけませんので、えー、昭和の人情話というのはどうでしょうかなるほど ね、ヤクザ映画僕も好きでねえ一、ー、時まあまあそらあのー、ずーっとずーっとあれまあなんか男ってねなんかこう若い時、まあ、まあ20代とかその頃ってそういう映画に憧れるんですよねアホやから。ね、もう僕もそら「仁義なき」シリーズをねは全部見てたし。 やなまあまあ、洋物で言うたら、ゴッドファーザーとかも好きですし、ね、ああいうマヒュアモンとかも好きですけど、まあまあ、そうやな、うん。で、なんかこう、ちょうど僕らがほんまに、こう、中学校終わりから高校生にかけて、ね、VHS のビデオが流行った頃にあに、V シネマいうのができてね。 えー、その頃はもう V シネマはもうそういうヤクザモ門の映画の宝庫でしたからね。えー、いろんな見たわ。ちょうどほんまにこうビデオだけでしか見れないね。映画館で上映はしてないけども、えー、ビデオだけでの映画、V シネマっていうのが流行ったりね、して、うん。でもね、僕いろんなもうほんまにもう狂ったかのようにそういう映画見まくったんですけどね。やっぱりあの、 やっぱり龍二にはいまだかつてヤクザ映画え龍、ー、二は俺の中では何見ても来えへんねんなうんねええー、まあまあ <laughs> そうやなんですけどねえー、<laughs> ヤクザ映画なうん。 面白かったですよ。なんかね、キメぜリフあの、あれ、何やったかなあの、小林明の、えー、どド、ンになった男がちゃっちゃうかななんかちょ、あのね、キメぜリフがね、ちょうどねのその、平成のね、最初の方、まあだから、最初の方、うん、あのちょうど映るんですとか、ああいうあのカメラ、使い捨てカメラがね、 流行った頃にね、あのー、その小林明ふ扮するその親分さんがおってあれそ,れそれにあれじん陣内もよう出てたでしょうあれに薬剤映画にね陣内孝則がねあのー、こう決め台詞でね、えー、その親分にね、あのーまあ、言うたらヒットマン鉄砲玉に。 こうなれって言ってて言ください俺にヒットマンになれって言ってくださいよっていうようなセリフをやけども時代背景で「親、え、分、ー、俺を使い捨てにしてやってください」みたいなことを言う <laughs> そんな時代背景に合わせたうまいこと言えへんやろってね俺はあの <laughs> 突っ込んだ記憶がありますけどね、えー、そんなんがあったりね。えー ししましたね、えー、これ自分ねこの人がなんかヤクザ映画役出たらええのになーとかねあの自分でこうキャスティングすんのとかも好きでしたね、うんうん。この人きっとほんまは怖いやろうから、うん、ねえクザ役にしたらええんちゃうかなとかね、うん、思って。 思ったりね、えー、当時やったら誰やろな、そうやな、大阪やったら若い頃とかあのその、まあまあ見たままやねんけども、その、えー、上岡隆太郎師匠がねあー、なんかちょっとこうインテリアクザっぽい感じがするから、えー、それのなんか役に出たらええのになとか勝手に妄想してみたりとか。えー で、それでね、思ってたらね、あの、しんすけさんの、風スローダウンっていう、まあ、これも名作やねんだけど、風スローダウンっていう映画があって、その中のワンシーンでね、えー、ちょうど、あの、親分の役をやってる上岡隆太郎いうのがあってね、それは怖かったですね。あ、だから、あ、やっぱり、あの、うん。あ、やっぱり怖いな、みたいなね。えー、それこそ人情がないような、えー ね、ち,ょちょっとインテリアクザっぽいことを、えー、その風スローダウンの中ではやってたなうんねえそやなあとは極妻も好きやったな極妻も、えー、岩下志麻さんでしょあれねえでもねあのえー、そやな岩下志麻 うん、よかったな。え、証券のやつもかっこよかったな。うん、なんか、いろんなね、えー、まあまあ、これも、<laughs> この手の話も僕、好きなんでね、よう見てたんで、えー、こう、いろいろこう、喋ってしまうんでね、まあまあ、えー、なんでしたっけ、えっと、人情話人情話ね。 昭和人情話。これが一番僕難しいかもしれないですね。僕、あのー、僕人情話だ。まあ、トラさんとか、ね、ああいう、えーに、人情で、情が熱くて泣かす的な、そういうドラマや映画とか、 見る方は好きなんですけど、自分が語る側に立った時に、僕人情話っていう結構語るの苦手なんですよ。あの、どっちかというとその笑い的に僕シニカルな笑いの方が好きやから、あの、人情話系で、 聞かせるっていうようなね、そういうトークはあまり僕は得意としないっていうか、好まないんですよね。えー、だから、そやな、こ、この、このテーマは結構苦手やな。えー、人情話。うん、昭、あのー、そやね、人情。だから昭和人情って言ったら昭和のね、自分が高校、今となってはわかるけど、自分がまあまあ昭和、 63年まででしょうん、まあまあ、こう、でも高校生の時も平成、まあまあその辺の、えー、時代って、まあ、人情的なものがあったとしても、それが、ああ、いえな、人情やな、みたいな、あのー、ことを感じないじゃないですか、子供やから。 だから覚えてないねんな。だから、今となっては、ああ、あれ、だから僕、本当に勉強できなかったというか、あのね、僕、これは言いたい、あの、勉強ができなかったわけじゃなしに、僕、勉強を放棄してたんですよね。えー、あの、勉強を放棄してたんで、えー、あの、うん、高校卒業がちょっと危なかったんですよ。 その時に、まあまあ時代も時代やったんでしょうね。えー、まあ、あの、えー、えー、なんていうの留年っていうの留年さすぐらいまでは、えー、そんな、じゃないし。でもなんかこう、 まあ言うたらようサボってたんですよ学校ね行かんかったんですよねで、えー、ねえ、ね、もう授業中も行ったとしても授業中は寝てるしとかで、えー、そんなんやってね、うん、でなのでまあ留年さすにはなあとででもこうすんなり。 卒業さすのもなぁみたいな。うんってなった時に、あの、あれ、そういうなんていうんですか、えー、3年生の中のリーダー的な先生っていうんですか、うん、そういう人がおって、うん、その人に呼び出されて、えぇ、ー、 なんか今度の、もうだから卒,卒業、卒業式の手前、まあ2月、寒い時期やったね。覚えてるわ、なんか。山田、お前、卒業式出たいんやったらか、卒業したいんやったらか、えー、なんかそう、あの、もうなんかね、掃除生徒。うん、あの、高校の校舎をなって。 お前一人で掃除せえ。それで俺はもう、あの、お前が卒業してもええようにするから、的なね。今となっては多分、そんなルールあかんかったんやろうけどね。えー、そう言ってもらえて。うん、なんか冬、冬の寒い中、ね、あの、一日かけて、えー、校舎をね、掃除したな、うん、そうそうそう。それで、 えー、掃除して、ね、最後雑巾絞って,ってやってたらよっしゃみたいな感じでねで、ね、ちゃんと卒業できたからまあまあそれでなんかまあ言ったら、えー、なんかチャラにしてくれたっょったらおかしいけど、うん、まあ情をかけてくれたね先生やったんかなうと。うん 思ったりしましたね、うんえー、<coughs> ね <laughs> ほんまにあの情人情話苦手やな <laughs> はい、えー、こんな感じでいいですかね花形くんはいねえーえー、全日本正明いつもありがとう、えー、ジャックさんこんばんは 炭酸水を飲んだらしゃっくりが止まらない全日本です。暖かい日と寒い日が交互に来るのが、来るので、体がきついです。尿素水は大丈夫かなというわけで、今日も楽しい放送ありがとうございます。え、炭酸水飲んだらしゃっくりが止まらない。なんかね、イメージ的にはしゃっくりを止めるために炭酸水飲むみたいなことってなんか、 聞くことはあるんですけど、炭酸水を飲んだらしゃっくりが、ゲップじゃなしに、しゃっくりの方が止まらないのへえ、ね、<laughs> これは何やろうな、もう、ガッボガボ炭酸水飲むしかないんちゃう。迎え炭酸水みたいな感じで。ねぇ。しゃっくりもね、ほんまに止まれへんときって、ほんまに。 どうしようかないう、このまま一生止まれへんのかなって思うときはありますよね。うん。ど、何しても、どうしてもこう、息を止めたらええとか、えー、ご飯粒飲み込んだらええとか、いろいろこう、なんか逆立ちしたらええとかね、えー、いろいろやるんですけど、止まれへんですよね。うん。そんなことして色、いろいろ、いろいろこう試すんですけど、も最後は諦めるんですよね。 もうええわ、みたいな。ええって言いながら腹立つねんけど、なんかこう、もう,もうええわと思うんですよね。<laughs> ほんだらならいつの間にかね、えー、もうなんかちょっとどっかで、もう一生、ええってもう一生こんなんでもうええわってどっか開き直るんですよね。ほんならいつの間にかね、寝たら直ってるんですけどね。うん。炭酸水飲んだらか、そうか。<coughs> ねえ。 えー、まあまああと一時期忘れとったら気になるからそう気にあのしゃっくり出るだけで気にせえへんかったらねえー、いいんじゃないですか、うん、あ全日本ですまたえー それに返信来ました。ジャックさんありがとうございます。ようやくしゃっくり落ち着きました。止まらなくて焦りました。せ <laughs> やねんな。わかるよ。あの焦んばんな。焦んねん、焦んねん。確かに。うんまあ止まったらよかったね。このお疲れりょう中に止まってよかったです。ねえ。さあ、えー、今日はあれですね。えー、結構 あの皆さん聞いてはんのかなくれてはる人が多いですね。ホリデスさんです。ありがとうございます。ジャックさんお疲れ様です。最近は言葉のチョイスにも難しい世の中になりましたね。ふと考えたのですが、こんなのはどうでしょうか。ジャックさんを団長として、え,えなんで、たぬき、えぇ、ー、査察団、視察団を発足し、 全国からタヌキの画像投稿、えー、つ募りそれをジャック団長に批評コメントしてもらうような番組はいかがでしょうかどこ誰と来ないよこれ <laughs> 時には現地にも赴くなどしていい,、えー、い,いかもしれませんねタヌキの置物はちょっと気にすればそこら中にあります もちろん、きへのリスペクトは大切です。<laughs> なんで、なんできへのリスペクト大切、大切です。これは広がる可能性があると思いますが、どうでしょうねって、これ、これ、俺大好きなメールやな、これ <laughs> も。もちろん、きの置物に、えー リスペクトは大切ですって。<laughs> なんで <laughs> 確かにあれね、ホイデスさん、あれ、まあ、これ、もともとはね、俺の散歩中に、あのー、ちょっと気になるっつってね、あのー、タヌキの置物がある家の前に置かれてて、うん、それ、そのタヌキがちょっと気持ち悪いな、ざわざわすんなっていうことで、僕写真撮ってツイッターに上げたんですよね。それを見てくれて、ホイデスさんはなぜかその俺の撮ったタヌキがめちゃめちゃ気に入って、多分こう、 エンパスっていうか共感してくれたんでしょうね。で、そのたぬきの置物の俺らが撮った写真を自分のパソコンの家のデスクトップの <laughs>、あのね、張り紙にしてて、で、嫁さん、奥さんに気持ち悪いからって言って消されたっていうね、それぐらいその、えー、俺のね、えー、散歩コースにあるたぬきを リスペクトしてるんですよ。で、それが生じて、ええー、あの、ホリデスさんは、いろんな狸の写真を集め出したんですよ。もうそこが面白いんですけどね。なんか、電球眼えから、<laughs> なんか、ビョンビョンって、こう、ね、えー、生えてるやつとかね、なんか、多分あれ、ピカーって光るんでしょうね。うん、とかね、いろいろ、いろいろなんかね、狸、えー、 の置物っていうのをね、ええー、あのーあ、画像を集める趣味を持ち出したんですよね。ええー、いや、ええー、趣味やと思うんですけど、たぬきの置物にリスペクトはそうか、そうなあかんのか、面白いなうん。ええー、ね。 注意、え、でも注意したら狸の置物って結構あんねや。俺ちょっと知らんわ。うん。先週言ったっけな、あの、やっぱりこの時代物って言ったらおかしいけど、この時期的なもので、あの、僕最近、あの、ちょっとずつ集めてる画像でね。あの、まあもちろんこう、世の中には置物っていろいろこう街に溢れてるじゃないですか。 えー、そ,れこそれこそなんやろ、こういろんな、なんか弁天さんだとか、たまに、あのー、店の前とか置きがちでしょ。あと、まあまあ、ビリケンさんだとか、いろいろ。ね、そういう置物にね、この、ああ、時代やな、時世やなと思うのが、結構そういう置物にマスクさせてるんですよ、最近って。あるでしょ、そんな。あの ねまあ、コロナやからこうマスクさせてる置物、うん、それのね画像をやっぱこう時代今の時代を象徴してるから僕はそういう意味ではちょっと集め出してるんですけどねうんあのマスクさせてる置物系っていうのもちょっと面白いなと思ってるんですようんねえ <laughs> あのそんなんもなんう、なんか集め出したら、リがないというか、ねええー、写真 <laughs> 写真撮っていこうかなとは思ってるんですけど、<coughs> ね、ホリデスさんの,あのツイッターに上げてた、なんか最近そ、タたヌキと、あと何、あのカエル、あのカエル、気持ち悪いね、カエルの画像もあってね、なんかど、あれも独特な。 あ、でもね、これ、あ、そうや、もう一個ね、これ、あの、誰かが、誰かが上げとって、あのー、多分どっかの店舗の、えー、ケンタッキーフライドチキンやと思うねんけど、インスタグラムやったかな、またこれ僕、ちょっと、あのー、スク、スクショして、あのーあれ、ツイッターに上げますわ。なんかね、すごく、 あのー、なんか気持ちが悪いタヌキこれもタヌキやったんですけどタヌキがあったんで、えー、これもちょっとねあ、えー、げたいと思いますねまあ自分が散歩してね見つけれたら一番いいんですけどね、うん、なかなかそんな、うん、あれなんでちょっと画像集めっていうのもねちょっと面白いですねうん <laughs> はいさああ,ありがとうございます堀デスさんでしたねえ いやいやいや。<laughs> 花形君から、たぬきやばいって <laughs>。そらうこ、ねえ、面白いわ。たぬきのリスペクトを忘れてはいけませんがって <laughs>。なんで <laughs> むっちゃ笑ったわ、ほんま。ねえ。ねえ <laughs> ねえ、別に全然 <laughs>、まあ、ま、狸か。でもね、なんかこう、狐顔より狸顔の方がなんかこう、愛着あるというか、うーん、なんか、好みではありますよね。だから狸って、なんか知らんけど、あのなんかこう、ホッとしますよね、狸ってね。愛着あるんかな。うん。<laughs> ねえ。 でもね、あの、実際のあの、リアルなね、ほんまに生きてる、生きてる狸ってね、ほとんど狐と変わらないじゃないですか。つ、目も、あんな。でも、置物になったら瞬間からも狸って、あの、愛着を出してきおるじゃないですかね。えー、あの感じいいっすよね。うん、<coughs> さあ。えー、ね。 お便りはは以上かな、はい、えー、いや皆さんありがとうございましたということでねいやなんかみんないろいろなんか趣,趣味というかあるもんやねうんねそうかそうか面白いな <laughs> ねあのー、最近ねあのー、まあまあ毎回 この話もあれかなまあまあでもちょっと気になったんでしますけど、ウーバーイーツね、僕初めて。で、あのー、この前の土曜日か。<laughs> 初めてね、ちょっと土曜日って結構こう、まあ言うたらウーバーの注文、スマホでピローンってね、あの、なるんですけど、ちょっとこう、んーみたいな感じで、あ、な、なれへんかったんかな あ、ちゃうちゃう、なんやったか。あ、そうですう俺、この前の土曜日、そうそう、<laughs> あれやん。なんで、なん、あのー、なんのね、味噌のに僕、久々に行ったんですよ。あのーえー、今、ニューコンコルドっていうね、味噌ののお店が、今、あの時短中で、 ねえ、医師のなおちゃんがやってるニューコンコールドがバー営業ができない状態なんで、今、喫茶店やってるんですよ。うん、で、えー、それが、夕方にやってるから、そこちょっと行きたいなと思ってね。で、そこ行って、えー、そのついでに、あのー、あ、そうやと。うん、その、ウーバーやってるんやから、こう、 自分の中のゲームでね、ゲームで、ウーバーで、えー、こう、堺から北に、あの、南波にね、あの、みそのまで、こう、ウーバーやりつつたどり着いて、で、ウーバーやりつつ堺に帰ってくるっていうね、そういう自分の中のゲームをしだし、しだしたんですよ。<laughs> で、えー、 こうウーバーしながらずっとこうなあのまあ行こうと思ったじ時間が夕方まあまあ3時ぐらいやったんで3時ってねあの結構注文ってあんんまりななならない時間帯なんですよだから別に行きなは全然もうあでもなるなあみたいなやっぱり市内に出たらなるもんやなあみたいな感じでね、えー、何軒かウーバーしながら。 ボポーンって、まあまあ、その、生き品はみそのについて、で、その、石野ちゃんがやってるね、ニューコンコールドで、えー、アイスコーヒー飲んでね、ちょっと友達やなんか喋って、で、<coughs> まあちょっといろいろこう、し 遊んだ後に、ば、えー、ば、ばいばい言うて、で、じゃあねー言うて、で <laughs> なんで言い、言い返さなあかん、ね、で、えー、あの、ウーバーしながら、今度、堺に戻るっていうね、遊びをしたときに、まあ、帰りがね、ちょうどね、ひえー、7時、8時、9時ぐらいですわ、時間帯。 ほんだら、し、え、しないってなるなぁ。びっくりすぐらいなんで。ウーバーむちゃ,くちゃ盛んや、みたいなね。全然盛んに変えられへんねん。で、一回こう、ばーっとこう、えっ、ー、と、ナンバーらへんからずーっとこの上本町ら行って、鶴橋らへんまで行って。 そこでまたちょっとこう固まってもうて、鶴橋らへん、上本町らへんっていう、あの辺をずーっとこう、うろうろして、で、そのまま、ね、こう、南に、境に戻ろう、戻ろうとすんねん。で、えー、一旦どこまで帰ってきたかなあのー、西成までやっと、西成まで帰れたんや。で、 そっから天皇寺長いみたいな感じで帰ろうかなと思ったら、西成からもう一遍 <laughs>、あの、西成からのもう一遍難波に戻さ、戻らされて、ええー、みたいな感じで、これいつまでた、帰られへんやんっていうのが続いて、で、えー、に、に、えー、天皇寺いうのがあって、天皇寺配達終わりで、で、えー、そうやね、あの、長い、長い、 で、あびこいってっていう感じでね、あのこう、堺まで戻ってくるっていう遊びをね、えー、してて、まあまあその、それが面白くてやってたんですけど、その中でね、あのー、まあ言ったら、まあ、坂僕は普段は堺でやってるんですけど、堺はまあチェーン店とかね、まあ、まあマクドナルドだとか、えー、そういう、あのー、チェーン店。 がまあ,おあの多いんですけどやっぱりナンバーとかそういう南とかまでこう地域を広げるとあの独立系の, <laughs> あの個人店でやってるあのお店ってまだまだ結構多いんですよね。でそんな中ねあれ、えー、あれどこやろ日本橋。 日本橋ら辺やったかなぁ、場所。うん。やったかな、もうちょっと、あの、島の内の辺やったかと思うねんけど、その辺でね、なんかこう、まあまあ、店の名前は伏せときますけど、あの、完全に、あの、中華料理、なんちゃら麺みたいなね、そういうなんかちょっと、あの、美味しい系の、 ラーメン屋さんラーメン屋さんじゃないなあれなんか中華屋さんからのね注文があって行ったんですけどねほんならまあ大体いいウーバーってバーンってそのお店について、えー、番号を打ったらだいたいもう1分以内か2分以内で商品が「あじゃあこれお願いします」みたいな感じで渡されるんですけどももうねうそこの,あの中華料理屋入ったらねあのお客さんで出しに「 ウーバーイーツの配達員の行列ができてるんですよ <laughs> う。え混み合ってるなここ思て。ウーバーイーツの人らカバンでかいから邪魔やねんもう入り口とか。で自分もねえ行ったらえー、みたいなあのー、完全にそこ独立系地あのチェーン店とかじゃないので。 あの、完全な中国の方がやってるお店やったんですよね。中華料理屋で。<laughs> で、日本人いてへんねん。で、あのー、<laughs> もう、もう、もう無茶苦茶なってんねやんか。で、多分電話もかかってきて、多分電話全部受けんねやろな、あれ。で、まだ出来上がってないのに、電話受けるもんやから、どんどん溜まってきて。で、もう、ばーって中国語で、ワーいやってて。で、 あの、ね、言ったら、ウーバーイ t ツって、あの、9E の 85A とかみたいな感じで言うんやんか。なら、それの、えー、注文が、あ、9A の 8E5 ですね、これです、みたいな感じで、えー、だいたい受け取んねんけど、まず日本語がほぼ通常せえへんのですよ。あの、アルファベットはいいですよ。えー、E の、ねえ、 とか abc で発音するからでも、こう、9とか、ね、<laughs> 1とか、そう、数字もね、多分、中国語で、か、まあ、英語か、なんかで言わない、通じひんのですよ。え、俺、<laughs> 一、一、二、三やったら、いいあるさ、みたいな感じで、言わなあかんのみたいな感じで自分で、ねえ、言い聞かせて、なんか、なんとか伝えようとすんねんけど、ああみたいな感じで聞き返されて、なんでやねんって思って、もう、うわすんなよ、そこ、みたいな感じで。みんな困ってて。で、えー、慣れてる配達員は、ブワーって、この、厨房まで入っていって、自分の、 スマホからその番号を見せて、ほんなら、あのー、後から来てんのに、その配達員の方が先にね、商品を受け取ってとか、ここもう何でもありやな、みたいな、もう、もう、順番とかまず関係ないな、みたいな。ほんで、もう、てんてこまになってるから、ほんなら、中の厨房で喧嘩しだしてね、もう中国語で、あの、バイトのことを、あのー、その、店主が、はあっ ああみたいな感じで言い合ってて <laughs>。で、なんか、その言い合ってる言葉の間に、キンカンカンみたいな感じで、ちょっと包丁の音聞こえるんですよ <laughs>。それ怖いからやめてくれへんかみたいな感じでね。あの、何をしてんのか分からへんけど、なんか、カンカンカンみたいな感じで <laughs>、その、もう俺、俺、厨房の中までは見えへんけど、うわーって怒号が待って、時々カンカンカンって包丁の音するから、なんか戦って、 ちゃうかなみたいなあの聞いてるだけ耳でねこれなんかこう「ミスターブー」とかねそんな映画とかのことをあの想像しながらねほんまにこれは俺のもとに商品届くんかなってねずっと思いながらほんなら、えー、慣れたウーバーの先輩が「ここ土日こむんやで」言うて。んで 前なんか俺1時間待ったもんとかって言うててあーもうすごい人気店やねんなーって思ってねうんあのー、まあまあ結構まあ僕はその日まだ言うてもでもの待ったなー20分を割いてでも待ってたなーあの時えー、ねえあのー、なんとか商品を受け取ってね、うん、でもまあまあそんだけ待って も食べたいいぐらい人気店なんやろなそこは、ね、うん。えーね、え、そんな、あのなんか、ね中国語で怒号がぶわーい合ってる中の、キンキンカンカンいうあの包丁かなんかの音、怖いで聞いとて、音だけで聞いてたら、何が起こってんやろと思うで、ほんま。ねええー あん,まあんま時間ないから軽く言いますけど、ビッグ・ベンがね、えー、退院しましてね、えーあのー、今、まあ、まあ車椅子ですからね、あいつその、障害者用のあ団地というか、えー、マンションに今、変わって、それのずっと引っ越しを僕、お願い、もう1年、 ぐららいい前からお願いさもともとのもうほんまあのー、ねあいつが住んでた家が本当にゴミ屋敷みたいになってたからそこを本当にちょうど僕も計算ぴったんこやな思ったぐらい1年越しでやっとねそうあのー、ゴミ処理したりもういろいろこうしてゴミ屋敷って 的なものをこう、徐々に徐々にね、もう、あれも、なんかこう、ゲーム感覚ですよ。もう、このエリア綺麗にして、このエリア綺麗にして、みたいな感じでね。で、だんだん掃除していって。で、まあまあ、引っ越し、あのー、バンええー、ね、ハイエース帰りたんかなで、ハイエースで、えー、1回で持っていけるぐらいの、うん、あのー、 荷物ってこれぐらいやろな、いうとこまで押さえ、あのー、押えてね。うんで、引っ越しして、まあ、ちょうどほんまにこう、それで一回で配達できるぐらい収まって、まあまあ、新しい家にね、えー、運んでね。うん。んで、えー、な,んなんですかね。 まあ、あいつ、まあ、なんか知らんけど、病院が嫌やって、はよ一人暮らししたい、一人暮らししたい言って言ってんけども、したらしたでやっぱ甘く考えてたみたいで、えー、まあまあ、なかなか不自由ですわな、やっぱりその、車椅子生活で一人でっていうのはね、うん。で、まあ、寂しさもあんねやろな、なんかあ,あいつ、光テレビかなんかをね、えー、家つけたみたいなんですよ。で、それまで、あのー、俺の、 家にあの、病院にね、ずっとこう、アマゾンやら何やらの配達が来とって、それ赤い,いことで、俺の家に預かってたんですよ、荷物をね。で、そ,あの,その中になんか、光テレビチューナーかなんかがいうのが送られてきとって、でジャックさんのところに、光テレビチューナーありますよね、言うから、うん、あの送られてきてるよ、また持っていくわ、っつったら、明日 その退院した日の次の日、明日取り付けなんですよっていきなり言われて、えー、そうな、ねここ、このチューナーいんのたはいああ、朝のね、えー、9時に、その光チューナーの設置しに来るんで、欲しいんですよってうから、まあまあしゃあないなー思ってね。で、それ昨日ですわ。朝起きて、バッと見たら、ブワー,ー雪降ってんねん、昨日。 坂井。ぶわー雪降ってて、うわ、これきついなこんな中行かなあかんのか。まあでもあいつ、今日業者来て、設置する言うてたからなー、言うて。もう、行ったらなあかんなー思って、もう、着込んで、傍観して、もう、ねえ、ちょっとでも雪、雪、もう、ぶわー舞う中、俺、朝、早うから寒い中行ったんですよ。便の家にね。で、 これやろう言うてたやつ言うてチューナーねーはいみたいなちょうど俺行った時にちょうど取り付けの人もう来てたんですよもう来て取り付けしとったからあ間に合ったわー思って「はい」って渡してでなんか取り付けしてましたわバーっとでほんならね俺のその持っていったチューナーなんか出番がいつ来るのかな思っ,ったら出番なくて まあそのうちでまああんねやろうなまたその業者帰っていったんですよ。あれって思って、あれ、ベン、俺、今日持ってきて、このチューナーはいつつけるんちゃうかったんあの人らが。っ言ったら、い,いえ、これ、後日でよかったんですよ。はぁみたいな、お前、明日やるようなんちゃうんがみたいな感じで <laughs> な,なんで俺、後日でやつ、雪の真う中持っていってね。 で、あいつ寂しかったんか知らんけど、このお疲れでょあいつ今 YouTube でずっと聞いてるみたいなんですけど、あの時のあの話何やったんですかとかね。あの時のなんかメルカリで買った、買ったボロボロのプーマの話です、面白いですね。とか、お前、ただのリスナーやんけ。<laughs> 俺に対して。<laughs> 何お疲れりょうの、いきなりそんな、 9月の頃のお疲れ量の話されても分かれへんちゅうねんとかもね。まあそんなことがあって、まああいもうビッグウェンらしいなと思ってる次第ですけども。まあ、えー、1時間、えー、この後ね、えー午,前えー、午前0時から噂のラジオ、えー、イコラジオの方でやってますんで、それもぜひ聞いてあげてくださいというか、聞いてください。山田ジャックとサキさんがやってます。はい、えー、駆け抜けましたけど、ねえ、<laughs> え1時間。 もう来週はさすがに暖かくなっててほしいですね。はい。さあ、えー、皆さんも風邪などひかのようにお気をつけください。えーね、運転とか皆さんあのゆっくりめでお願いします。そしたら山田ジャックでした。お疲れ様でした。